これが、中国新聞ですね。うん、ビンゴ、12月11日、2021年令和3年、分配重点、賃上げ、税制強化、与党財務決定、省エネ住宅支援。で、これ、これ図面が載ってますけどね、これ図面が載ってますけど、記者不要さんの対案はですね、企業にですね、3% 賃上げを要求しています。3% というですね、自分の給料に 0.03 をかけると、自分の給料に、まあ、そうします。それが、奥さん方は財務省担当ですから、財務省は喜ぶと思いますよ。うん。それは、岸田文雄さん、自民党というか、岸田文雄さんに応援すると、ね、0.03% 上がって、3% 上がってですね、給料上がることを企業に求めてるらしいです。今日の中国新聞でした。